飛び地とは、一つの国の領土や、行政区画、懲戒等のうち、地理的に分離している一部分である。土地の一部が、よそに飛んでいると見られることからこう呼ばれる。地図上のクリーム色と赤色の地域が、東ティモール民主共和国。赤色の地域が、飛び地にあたる。イタリアの一部がスイスに囲まれた場所に、飛んでいる A の領域が、A 以外の領域によって、 複数に分断されている状態にあるとする。A の主要地域以外のその他の領域が飛び地である。ある領域を飛び地と呼ぶかどうかは、その行政単位の地形、政治、交通などの状況によって判断される。もっとも、その判断も意見が分かれることがしばしばある。以下に、ケースごとの飛び地について外説する。右側の A は飛び地と認められることがほとんどである。 ある行政単位 A に対して別の行政単位 B が近傍に存在しているとする。そこで B に囲まれるようにして A の領域が存在し、かつその B に囲まれる A の領域が完全に B の領域で囲まれているとき、その囲まれた領域は A の飛び地である。このケースに限ってはほとんどのものがこれを飛び地と認め、そのことには異論がないことが多い。なお、 ここでは仮に本土と飛び地を分断する行政単位を単一の B とした。が、本土と飛び地を分断する行政単位は複数であっても良い。例えば、行政単位 A に対して複数の行政単位 B と C の領域によって分断された飛び地もある。これは以下のケースでも同様である。日本の和歌山県北山村や青森県五所川らし、 アゼルバイジャンの名七番自治共和国が例として挙げられる。Google マップ右側の A は飛び地と認められることが多い。ある行政単位 A が同一の陸地に複数の領域を持つとする。そして A の本土は内陸にあり、一方で A の本土以外の領域が水域に面しているとする。かつ、それらの A の複数の領域が別の行政単位 B の領域によって、 分断されているとする。その時、A のこれらの領域は、本土と飛び地の関係にあると言える。この場合も、蒸気と同じく多数のものが飛び地であると認めることが多い。パレスチナ自治区のヨルダン川西岸地区に対するガザ地区が例として挙げられる。Google マップウェガーの A は、飛び地と認められる場合もある。認められない場合もある。前述のケース1と似ているが、 ある行政単位 A が同一の陸地に複数の領域を持つとする。そして、それらの A の複数の領域について、本土を含めたすべての領域が水域に面しているとする。かつ、それらの A の領域が別の行政単位 B の領域によって分断されているとする。この時も上記と同じく A の複数の領域は本土と飛び地の関係にあると言える。しかし、 この場合は、飛び地と呼ぶかどうかについては議論の余地がある場合が多い。例えば、アメリカ合衆国におけるアラスカ州やロシア連邦のカリーニングラード州は、飛び地であると判断されることが多い。Google マップ一方で、同じ条件を満たすトルコのイスタンブールがあるトラキア地方は、本土と海峡を介して近接しており、飛び地とは見なさないことがある。 Google マップ右側の A は飛び地ではない。上記のケースに当てはまらず、本土と飛び地が同一の陸地に所属しないケースである。これが飛び地かどうかについては微妙なケースである。いかにさらにケースを細分化する。ある行政単位 A が複数の島にわたって複数の領域を持つとする。その時 A の所属するある一つの島においてその島に存在する。 行政単位が A だけの場合は、その島は飛び地と呼ばれることは、まずない。例えば、広島県初日地市における五福島、東京都における伊豆大島などは飛び地ではない。Google マップ右側の A は飛び地と認められる可能性もある。上記の通り一般的に島は飛び地ではない。しかしながら、その島に複数の行政単位の境界線が通っている場合は、飛び地となりうる。 具体的には、ある島の対岸に複数の行政単位 A と B が存在するとする。A と B がその島にも領域を有しており、その島内にそれらの境界線が引かれている場合は、飛び地の可能性がある。例えば、大阪府の関西国際空港の空港島とそれを分断する対岸の自治体は、空港島をめぐって交通が分断されていることもあって、 飛び地を構成していると言える可能性がある。Google マップまた、セット内海において、岡山県と香川県の県境で分断された、石間なども場合によっては飛び地とみなされることもある。Google マップ上記の通り境界線を持つ島は飛び地である可能性がある。しかしながら、島に境界線がなくても飛び地となる可能性もある。この場合は島である必要はなく、本土と、 海峡や川などによって分断されているだけの領域も含まれる。例えば、茨城県佐島郡の境町は、利根川北岸が本土であるが、町の境界線が利根川を越えて南岸側にもかかっている。この境町の利根川南岸の領域は、飛び地と呼べる可能性がある。Google マップしかしながら、家庭の話ではあるが、もしも、この利根川南岸の領域が、 本土と橋などで連絡した場合は、これを飛び地として扱うかは意見の分かれるところである。一方で、逆に、橋ができたがゆえに、飛び地とみなされる可能性が出た例もある。長崎県の松浦市には、福島という島がある。福島には、境界線はなく、上記の原則に当てはめれば、飛び地ではない。しかし、1967年に福島と佐賀県、 イマリシの間に橋が架けられた。これにより、松浦市の本土から福島へは、イマリシを通らねばならなくなったため、福島は、松浦市の飛び地と呼べる、可能性がある。Google マップなお、2008年時点で、陸路、海路とも、福島とイマリシを結ぶ交通手段はあるが、福島と松浦市は、直接結ばれていない。右側の A は飛び地であり、 その中にある B の領域は二重飛び地である。主に上記の飛び地が内陸部で他の行政単位に完全に囲まれているケースなどの飛び地において発生し得る現象が二重飛び地である。ある行政単位 A の飛び地が A 近傍の別の行政単位 B の領域の内部にあるとする。この B の内部にある A の飛び地のさらに内部に A の飛び地に囲まれた B の領域が存在する場合がある。その場合、この B の領域は飛び地に周囲を囲まれた飛び地であり、二重飛び地と呼ばれる。例としては、大阪府、兵庫県の大阪国際空港内における豊中市内部にある池田市の飛び地の内部にある豊中市の二重飛び地、オマーンのまだ内に位置する、 アラブ首長国連邦の縄などがある。また、上述の B の内部にある A の飛び地のさらに内部に A の飛び地に囲まれた B の領域があり、さらにその B の領域に完全に囲まれる形で A の領域が飛び地の中の飛び地の中の飛び地の形で存在すれば、見え飛び地となる。封建制下においては、同一の君主の所領が各所に分散していることは珍しくなかった。 国民国家形成の際に、旧来の両方の境界を引き継ぐこともあり、その際に、領土や行政区画に飛び地が残ったという事例が、ヨーロッパインド、日本に多いようである。その他の要因としては、以下のようなものがある。蒸気のようにして形成されたものの多くは、飛び地と呼ばれる。しかしながら、飛び地が植民地である場合には、領土という観点では飛び地であっても、 飛び地と呼ばないのが普通である。例えば、かつてのインドは、イギリスの飛び地であるとは言えない。また、上記のように、飛び地は生成される一方で、解消されたり、再生成されたりする動きもある。例えば、日本では、住居表示の実施、土地区画整理等に伴う、行政区画の変更、市町村合併などにより、飛び地は、次第に解消される場合もあるが、 合併交渉の破綻により細分化される事例もある。また、行政側が飛び地の解消を望んでいたとしても住民が民族的、歴史的経緯などから反発する場合や、逆に住民側が望んでいても行政側が政治上の理由によって解消を拒否する場合などがあり、単純に関係地域の合併交渉だけで解消につながるものではない事例が多い。 以下に挙げる飛び地はあくまで代表的な例であり、これ以外の小さな飛び地は多数存在する。韓国では飛び地のことを越境地と呼ぶ。区画上は飛び地ではないものの、実質的な飛び地市町村合併による飛び地事例いずれも、非隣接自治体同士が合併したための飛び地である。飛び地になる予定も含む。既合併、既編入区画上は飛び地ではないが、 実質的な飛び地合併による、その他の飛び地合併以外の事情により発生した、飛び地過去に飛び地だった地域合併により解消された、飛び地合併以外の事情により解消した、飛び地赤色で示された区域が2004年時点の桜島赤水町。本体は、左下、新島は、右上の島である自治体単位の飛び地再建。軍部単位の飛び地江戸時代の藩の肥料。 ありがとうございます。